ネリー・ジェーン・グレーは人工妊娠中絶を非犯罪化した老体ウェード事件に対抗して1974年に毎年恒例の命の更新を始めたアメリカ合衆国のプロライフ活動家テキサス州ウィックスプリングで生まれるローマカトリックに改修し1944年6月27日にテキサス州のキャンプベネットに参加して第二次世界大戦中に 婦人陸軍部隊の五長を務めた。後に、ジョージタウン大学ロースクールで、ビジネスの学士号と経済学の修士号を取得。28年間連邦政府公務員であり、ジョージタウン大学ロースクールに通いながら、国務省と労働省に勤務。合衆国最高裁判所の前で弁護士として、開業していた。老体、ウェード事件の後、彼女は弁護士としての生活から引退し、 命の更新を始めて以来プロライフ活動家となった。2012年8月に88歳で亡くなり、2012年8月13日にワシントン DC の自宅で遺体で発見された。所属教会だったワシントン DC の神の母、聖マリア教会では、生前に預かっていたトリエントミサによる記念ミサが毎年捧げられている。ありがとうございます。